僕がこの18歳の時にホスト始めた時の一番お世話になった先輩がいて、マジで話すのは10年経ってるかもしれないですね。でも1ヶ月かな、そのぐらいした時にもう仕事行きたくないみたいないきなり言い出してて、ホストめちゃくちゃ大人になったね。まだ確定でもないし、うん、あくまでそうなったらいいなっていう話なんですけど、うん、あ、どこでもいいですよ。はい。ユーセクいます。はい。あ、よかったです。なんすかこのおしゃれなリップは。なんすかこれ。珍しくバー来てるんですよ。珍しいですね。まあ大阪出勤してたじゃないですか。はいはい。で、大阪に今僕がこの18歳の時にホスト始めた時の一番お世話になった先輩がいて、その人がいなかったら僕ホストやってなかったですね。僕にとっては人生を変えてくれた先輩に会いに来たんですよ。名前は何ですか？ゆうせくん。こうやってマジで話すのは10年経ってるかもしれないですね。本当に、うん、始まりの人です。お疲れ様です。お願いします。お願いします。うわ、変わんないっすね。いや、もうめっちゃ久々やんな、ほんまに。めちゃ久々です。マジで。本当に久々です。失礼します。失礼します。お願いします。ちょっと今日めっちゃ緊張するわ。いやーもう懐かしいよ、本当に元気そうでよかった。本当に久しぶりです。本当に久しぶりだったっす。初めてゴソーと会った時は店で初めて会ったの。ましたね。その時にゴソーですみたいな感じで言ったら、確かに、はい、でその時に、まあ、すぐ長くなったね、人数少なかったから。なりましたね。5人もいなかった。5人もおらんかったっすよね。5人いなかったんですよ。で箱もスナックの箱だったら、スナックの箱っす。カウンターが多分8から10席ぐらいで、ボックス席が1つ、カウンターも7席ぐらいで、7席ぐらいでしたボックスも近い、無理して2つでしたよね。2個だって。ですよね。でも1ヶ月かな、そのぐらいした時に、もう仕事行きたくないみたいな、いきなり言い出してて、寮が一緒だったよな。そうっす。同じ場所だった、ね。でもあれっすよ。それ1ヶ月って言ってくれてるじゃないですか。4日ぐらいは。4日ぐらい。1ヶ月だよ、ね。4日ぐらいだから。2、3日ぐらいの話っすよ。ほんまに。すぐ仕事行きたくないみたいな感じで言ってて、いや、行くぞみたいな感じで家まで迎えに行ってみたいな。無理やり連れて行ってたもんね。無理やり連れて行ってた。このまあ代表、その当時のハル君っていう代表がいて、その人のお店出勤した時に、流星君が、その時、立場で言えば、一番下だったんですよ。うんうん、経験はあるんですけど、その、ゆうとくんと、はるくんっていう人がいて、その二人は上だったんですよね、ゆうせいくんに。で、僕がこう出勤した時に、ゆうせいくんがいて、こう、フレンドリーに話しかけてくれたんですよ。で、なんかわかんないことあったら何でも言ってね、っていう、こう、優しい言葉をかけてくれて、うん、初日の営業、オープンしますっていう初日の営業の時に、当時、岡山で、むちゃくちゃ力を持ってるマスターみたいな人がいて、なんかそのなんかすごい怖いんですよ、見た目。むちゃくちゃ怖い人で、なんか僕より先輩の人たちがみんな頭下げてるんですよ。絶対この人すごい人やなってなって、その人が女性の人と二人で来てたんですよ。で、なんかその人がこう席に座ってるのに、誰も反応しないんですよ。で、あ、大丈夫ですか、お客さん来てますよ、みたいになった時に、ちょこそ対応してって言われて、僕対応するじゃないですか。でも、いろいろこう、お酒とか聞いて、こう、まあ、準備してる中で、誰もこう、挨拶は来るのに席つかないんですよ。だから、これ僕つかなきゃいけないなって、席つくんですよ。で、席ついたらすぐに、お、お前新人かって、はい、新人強化です。焼酎のこれぐらいのボトルあるじゃないですか。はい、それをバーって開けて、もう、ペール、アイスペールに、こう入れるんですよ。ゾーンを入れて。わかるわかる。ロックみたいな、もう
で、こう、これぐらいのやつに、おう、お前、飲め。って。あ、はい。バーって飲むじゃないですか。で、バーって飲み終わったね。つって、置くじゃないですか。おう、お前、ごちそうさま聞こえんな。もう一杯か。入れるんですよ。うわぁ。めちゃくちゃあったよな、それ。そう、バーって飲んで、その後に。ごちそうさまです。本当に、ありがとうございます。みたいな。僕、その時も、お酒アレルギーやったんで、2杯でも限界やったんですよ。したら、言われるんですよ。お前、席立ったら、許さへんから。覚えとけよ。って言われるんですよ。で、もう一杯すぐ割れるんですよ。バーって飲むじゃないですか。もう限界なんですよ。でも誰も助けに来てくれないですよ。もうな、わかるよ。もう怖いよ、あの人。ええ、ほんとに怖い。めちゃくちゃ怖い。遠くからめっちゃ見てるんです。めっちゃ悪いだった。けど、席ではつかないですよ。さすがに、二日目はこんなことないだろう。あの日が災難だっただけだと思う、うん、出勤するじゃないですか、うん、そしたらまた同じこと起きるんですよ。いやもう大体同じこと起きてたよね。そうなんですよ、大体初日で多分過呼吸とか起こして2日目出勤した時もうやめようと思ったんですよ。もう無理だったこんな世界でやっていけるかっつって体壊すし、いや自分が思ってたのも違うと思ってやめようと思って、で寮に住んでたんですけど、お店からの連絡全部無視してたんですよ。で全部無視してて、その1日2日経った時に迎えに来てくれたんですよ。でそれで迎えに来てくれて、行くかこう一番心配してくれて、それで迎えに来てくれて、じゃあもうそれその気持ちに応えなきゃいけないし行ってみるかみたいになるんですよ。それがめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。しんどいなと思った時に助けてくれて、もう、あ、もし本当お兄さんみたいな人だなって思って、もうお店行くのも嫌だったし、お店に歩いて行くまでに普通に1時間とかかかるんですよ、距離的に。もうお金なかったんで1時間歩いて行くしかない中で、ゆうせくんはタクシー乗って行くぞみたいな。タクシー代とかも全部いつも行き帰り払ってくれて、で、出勤してたんですよ。それで、頑張ろうと思って行き出したのがきっかけです。そのきっかけを作ってくれたのがゆうせくんなんですよ。僕のイベントなのにめっちゃシャンパンを下ろすんですよ。バースデーは潰れるもんだから飲め言われて、僕むちゃくちゃ飲まされて、むちゃくちゃ飲まされた挙句ラッソン・ユーセフに気持ちよく歌ってました。俺なんかめっちゃ悪いやつだ。めっちゃ悪いやつだ俺。それ聞いたらそうですよ、そうですよ。でもなんかその時はめっちゃ悔しかったんですよ。悔しくて、でも自分の立場がこう上がってったりとか、うん、こう見てる部分がこう広くなっていくじゃないですか。こうだんだん立場上がって歴重ねると、そうなった中で僕を強くしてくれた記憶って全部ゆうせくんですよ。こう酒を飲ましてくれるとか、店に行くとか、イベントのあり方とか教えてくれたのって全部ゆうせくんで、その時はなんだこの人とか、なんだホストってしんどみたいな思ってる中で、じゃあ僕がこういざ先輩になった時にこう相手に伝えたりとか大切にする部分って全部ゆうせくんから教わったもの。だから、その時に気づきました。先輩としてどうあるべきかは、僕の、もう、一番のモデルはゆうせくんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう先輩が、に育ててもらってる先輩がいたっていうのが、やっぱ僕の中で刻まれてるんで、うん、僕がやることだったりとか、僕が大切にしてることは、ゆうせくんの面影を、いつも、イメージしていきます。正直。それはすごい嬉しいな。僕がその酔ってたりとか弱音吐いたりするときにむちゃくちゃ怒ってます。その優勢にふざけんなやるぞ戻るぞ店にずっと言ってます。仕事中だからな。仕事中は仕事中やプロやん戻れ。結構すごい涙もおる人で結構なんか悔しいことあったら泣きよったよね。でもそれはでもめちゃくちゃいい子だと思うし、それがあった頃こそ、ね、跳ね上がるというか、目上がってきたものから。今考えたら、やばいっすよ。
本当に。だってホスト始めて1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、ナンバーワンとか泣いてるんですよ。それぐらいなんか、僕はナンバーワンじゃなきゃやだみたいなのがあって、僕が泣いてるのをいつも励ましてくれるのが優先君みたいな。いやでもそんな1ヶ月、2ヶ月とか本当に3、4ヶ月でナンバーワンなりたいんだろうけど、すぐ取れんじゃん。なれないんだよ。やっぱりと、いや本当に今思えばすぐには取れんと思う。でもすぐ取ったよな、本当に。意外に早く3ヶ月目とか2ヶ月目の回せる時は優先君のおかげなんだ。僕の回せる時ラストに立てた。だからな、次の月とか、あとその次の月に普通にクワッと回ってますね。なんか変わったのね、多分初めて知識入ったらな、長くもいいってくれて、なんか知り込むぞ。初めて指名もらった女の子が来てくれて、うん、で、なんか、おごそう、この子、ハマったらめっちゃ使うから、ガンガンやる、うん、で、その子が、もう、流星君とか、ハル君のおかげで、もうリステル1万円のシャンパンが入ったんですよ。で、入った後に、まあ、一言とかあるじゃないですか。うん、で、キスしたらもう1本入るって言ってて、でも、可愛くないですよ。キスして、したんですよ。もう1本入ります。1枚での1枚のシャンパンが2日目にして2本シャンパン、あこれがホストだ、あキスすればシャンパン入るんやって学習しましたね、その時。今思ったらすごい安い金額やな、安い金額でキスしましたね。本当に、そうそう、その時はだってあの新規来るじゃないですか、送りもらうじゃないですか、うん、エレベーターキス絶対のキス、あやってましたもん。エレベーターある、僕送り出ししてエレベーターあるじゃないですか、うん、これ僕の戦略やったんですけど、エレベーター閉まる瞬間にもう一回開けるんですよ、うん、でキスしてまたねって、はい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 、閉めるっていう、あなるほどっていうのをずっとやってて、それで売れたんですよ。上がるやん。これからの目標とかあるなんか。いっぱいあるっすよ。でもなんか拡大点みたいな、はい、ね、展望するみたいな感じで。拡大点もしますし、うん、進展も出します。うんうんうん、で、まあ僕らの夢というか、思ってるのは、お店の数を増やしていくっていうのが一つありますね。うん、ただでも、なんか僕の中では、まだ、確定でもないし、うん、あくまでそうなったらいいなって話なんですけど、うん、岡山にホストグラブ出せたらいいなって思ってます。ああ、それでもいいんじゃない？はい。本当に自分の地元にね、うん、お店出すっていうのは。そうそうです。なんかやっぱ岡山で僕育ったし、うん、岡山に助けてもらったので、うん、それにこう岡山の街って流行ってるじゃないですか、うん、意外とホストグラブって。だからなんか、もっとそれをアピールできる存在でいたいな、うん、岡山を押し上げる存在でいったら面白いんじゃないかなって思ってます。こそめちゃくちゃ大人になったね。ああ、それはまあ自分でも思います。大人になった、子供でしたよね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ子供だったね。自分のことしか考えられないです。嬉しく見てくれたと思います。ありがとうございます。頑張ってください。恥ずかしいな、恥ずかしいな、めちゃくちゃ恥ずかしい。